ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するための理論。どうもこんにちは、ミスターお口です。さあ今日ですけども、今日のテーマ、キャラクターですね。今日はキャラクターをっていうことでちょっとお話ししてみたいと思います。で、私もよく、相談を受けるのが、ミスターお口さん、どんなキャラクターを私はやったらいいですかっていうのを、よく聞かれることがあります。特にまだ、パフォーマーを始めて1年2年、ね、短いぐらい、ね、短い、あれですか、まだやってない方にとって、このキャラクター、どんなキャラクターを演じたらいいのかなっていうのは結構悩みだと思います。で、私も始めた当初は結構そのキャラクター、どのキャラクターを演じようかな悩みましたね。そしてもともとはやっぱりコメディが好きですから、コメディを中心にやっておりましたけれども、まあ、たまにこうかっこよくやってみようかななんて思ってかっこよくやってみても、やっぱりなかなかうまくいかなかったりということも多々ありました。さあ、でキャラクター、まずまあ自分のキャラクターが決まってない方に、おすすめしているのが、やはりもともと今ご自身のキャラクターですね、まあ、今の自分を少しオーバーに表現する、そういうキャラクターが一番、まあ、やりやすいと思いますので、いいですか。まずは、今あるご自身の、キャラクターを少しオーバーにやるということを心がけていただきたいと思います。例えば、こう体の動きですね、こういうものを大きくしたり、それから声ね、喋ってる声を大きめに話してみたり、それから顔の表情ですね、顔の表情をできるだけ豊かに、今よりも少し、オーバーにデフォルメして演じるということを心がけてやっていただければまずは、いいかなと思いますね。でよくあるのが、自分ではオーバーにやってるつもりでも、実はお客さんから見るとあまり普段と変わってないよっていうこともよくありがちなことなので、まあ動画とかもあれば撮ってみて、普段よりも、しっかり大きな声が出てたり、大きく動けてたりね、表情が豊かにできてるかどうかを、しっかりと確認しながら、やっていただければ、ちょっとずつですけれども、自分らしい、キャラクター、ね、パフォーマンスで、できるキャラクターが身についてくると思いますので、ぜひ頑張ってください。以上です。